電波暗室の中で試験中の F-16 戦闘機電波暗室とは外部からの電磁波の影響を受けず、かつ外部に電磁波を漏らさず、さらに内部で電磁波が反射しないようにシールドされた特殊な実験室のことである。無線機器の試験や EMC 計測などに利用される電波無教室とも呼ぶ。実験目的で電磁波を発射する場合には他の電磁波や 無線通信に対して影響を与えず、さらに他の電磁波や無線通信からの影響を受けないように実験空間を隔離することが望まれる場合がある。金属などの導電性の材料で遮蔽し、帯電しないようにアースをした一種のファラデーケージを構成し、その内部で実験を行うような実験設備をシールドルームと呼ぶ。電波暗室はそのようなシールドルームの内壁を 電磁波吸収体で追い、内側の電波反射も防ぐように設計、施行されているものである。当該暗室の内側では、当該暗室外部の電波環境に影響されず、壁面などで電磁波が反射されないので、外部の電磁波の影響がなく、あたかも周囲に物体がないかのように、電磁波を発射するものからの直接波のみを測定することができる。大きく5種類に分類される。 オープンサイト3メートル方電波暗室10メートル方電波暗室電波無教室シールドルーム四角を盛り形電波吸収材設計電波吸収材が取り付けられた電波暗室の冷凍外暗室の外形は小中学校の体育館ほどの大きさになるが体育館同様当該暗室内に柱など構造材を置くことができないさらに 屋根を支えるだけの軽量トラス構造を取れる体育館とは違い、シールドルーム構造や内部の電波吸収体などの重量物を柱なしで支えるために強固な鉄筋コンクリート製の建物とする必要がある。ごめんがった電波暗室の一例。照明光拡散のための白色板と組み合わせられている大きく分けて上下左右前後の6面すべての内壁に 電磁波吸収体を取り付けて、いかなる方向からの電波も反射しないようにしているものと、大地での電波反射を考慮して、床を除く5面に電磁波吸収体を取り付けるものの2つがある。特に、この5面のものを電波反無教室と呼ぶことがある。6面または5面のいずれの構造を選択するかは、そもそもは、その当該暗室において、 実験対象となる機器に応じて選択される。航空機、人工衛星、携帯電話など、大地での電波反射を考慮に入れる、必要のない測定対象については、6面のものが用いられる。一方、パソコン、家庭用電気機器など、一定の地上高に据え付けられて使われ、大地での電波反射を考慮に入れる、必要のある測定対象については、5面のものが用いられる。 また、6面または5面の選択については、個別の機器についての実験や試験を行う場合の標準的な方法として、国際規格や業界基準に定められている場合も多い。例えば、ある種の EMC 計測では、5面の当該暗室を使用し、計測対象となる機器を搭載したターンテーブルを回転させて計測を実施するなどである。六面の当該暗室については、 床面に付設した電波吸収体を着脱可能な構造とすることで5面に切り替えて運用することもでき、多様な測定対象に対応することができる。電磁波吸収体としては合成樹脂のスポンジや発泡スチロール集合体に炭素粒子を塗り込め導電性を持たせたもので4、角錐を作り部屋の内側へ向けて敷き詰めた形になっているものや、 フェライトを使用した欠場のものなどがある。黒色の電波吸収体が塗布された空間では、室内照明があった場合でも暗く感じてしまう。したがって、四角錐の吸収体の前面に、白色の光を反射し電磁波を透過する物体を置く、ことで室内の照度を上げるための措置が取られることもある。当該暗室の大きさは、内部で発信しようとする電磁波の周波数の、 範囲によって決まり、周波数が高ければより小さい当該暗室での実験が可能である。ミリ波など高い周波数帯の実験では、箱のような小さなものが使用されることもある。小さすぎる当該暗室内で周波数の低い電磁波を発射する場合、当該暗室自体が分極することで外部に電磁波が漏えいしてしまい、意図した遮蔽の効果が得られないなどの問題が生じる。 また、周波数に応じて、扉の隙間や配線などを伝って漏えいする、電磁波の強度も異なるということもあり、当該暗室では、対応できる、周波数範囲や、周波数範囲ごとの減衰量が明示されることが多い。電磁波吸収体は、構成素材及びその構造体の大きさによって、適応できる、周波数範囲と減衰量が決まる。そこで、 当該暗室に求められる周波数範囲の使用に対応するため大きさの違う複数種類の電磁波吸収体を組み合わせあるいは素材の違う複数種類の電波吸収体を組み合わせている試行当時には当初設計性能が示されるさらに経年とともに次第に性能は劣化してゆくこのため定期的に性能試験を行って 当初の設計性能が出ているか確認する必要があり、性能劣化が許容値を超えた場合には回収が必要となる。性能劣化の主な原因は次の通りである。当該案室は無線機器の実験、または電子機器の EMC 計測を行う企業や研究所には欠かせないが、初期の設備投資額や維持費は多額であるため、使用頻度がそれほど高くなければ、 自前の当該案室を持たずに必要な時だけ所有機関から賃借りすることが多い。このため多くの所有機関が第三者へのレンタルを行っており、所定の料金を支払えば利用することが可能である。レンタルの条件は普通は非単位が多く、基本的に必要となる測定機器もセットで借りることが普通である。また設備のレンタルだけでなく、 測定専門技術者のレンタルや測定結果に対して専門家からの対策アドバイスを受けられるサービスもある。測定した機器について俗に言う f c c マークなどの EMC 関連の認証を受けようとする場合、測定に使用した当該暗室などの設備はあらかじめ認証を行う機関に登録されていなければならない。このため当該暗室の扉などには 各種の登録済証などが掲示されていることが多いが、用途に応じ、適切な登録がなされていることについては事前に確認しておかなければならない。また、当然、測定器の構成の状況も確認しておくべきである。外来の電磁波による影響を受けないことから、開けた地表面で測定する。 オープンサイトに比べて、測定の再現性が良い利点を持つが、一般に設備投資額がより大きいので、オープンサイトより利用料金は高めである。また、オープンサイトと異なり、当該案室の場合には、電波法関係規定上、無線局免許を取得しなくとも良くなる場合が多く、より自由自在に実験を行うことができる。 ありがとうございます。